爆笑レッドシアター。爆笑レッドシアター。爆笑レッドシアター。英語表記。ザ・レッドシアターは、フジテレビ系列で2009年4月15日から2010年9月8日まで、毎週水曜日22時 -22、54、JST に放送されていたコント中心の劇場型、お笑いバラエティ番組である。通称、レッドシアター。ハイビジョン制作。 2009年4月開閉により、爆笑レッドカーペット以下、レッドカーペットが土曜19時台に移動、ゴールデンタイムに昇格することになり、その後番組として開始される。お笑い芸人がシャッフルユニットを作り、レッドカーペットのショートネタとは逆に長いコントやロケ企画に挑戦する。また、レッドカーペットに出演経験のない芸人がゲスト出演し、 ショートネタを披露するコーナーも新設される。さらに、レッドカーペットの常連芸人が登場しネタ披露することもある。事実上、毎週火曜深夜、水曜未明放送のザ・スリーシアター以下、スリーシアターの発展版とも言える内容で、内村光吉をはじめとする出演者の大半が引き続き出演する。内村にとって、フジテレビのプライムタイムのレギュラー番組は、 テレビドラマの最有期2006年1月から3月以来約3年ぶりとなる。レッドシアターに進出してからお正月 SP に登場したものを引き継いでユニットコントイケメン部劇団ジョセフィーヌなどゲストによる客演コントなどがレギュラー化された。また爆笑レッドカーペットの要素も引き継いでいる。最後のところで ゲスト出演した俳優の登場作品をナレーションで宣伝するというコーナーが7月15日からスタートした。オープニングには3シアターに引き続きジョージ・ベイカー、ジョージ・ベイカーのリトル・グリーン・バックが使用されていた。2010年5月26日からはオープニングが放送されない場合が増えている。レギュラー芸人15名、後日が目指せ。 お台場合衆国に選球富士がやらなきゃ誰がやるのイメージキャラクターレッドシアターズとしてお台場合衆国イメージソング風になりたいザブームのカバーを歌い2009年8月5日にポニーキャニオンからデビューした2009年8月26日には21時22時48分 JST に 番組初の2時間の拡大版が放送されて、2009年9月23日には21時23時18分、JST に番組初の2時間半の拡大版が放送されて、2010年1月13日には19時57分22時48分、JST に番組初の3時間の拡大版が放送された。また、 初めて20時代に放送されて、当番組過去最長の放送時間となった。番組最高平均視聴率は2009年9月2日、放送の16.6%である。また、番組が放送開始当初から2010年春頃までの2009年度は15%、前後の視聴率を維持して安定した視聴率で、キー局トップの視聴率獲得しており、当時に、 土曜19時枠でレギュラー放送されていた兄弟番組である爆笑レッドカーペットの視聴率を上回っていた。ただし2010年度以降から一桁台後半の視聴率に沈むことが多くなっていた。2010年9月1日放送分のエンディングで同年9月8日放送分をもって番組が放送終了することが発表された。 2010年9月8日の放送をもって、上記の記報通りで最終回を迎えて、約1年半、ザ・スリーシアターも含めると、約2年の放送の歴史に幕を下ろした。最終回は1時間丸ごと、スリーシアターで、約2年の番組の歴史で特に人気が高かった7本のコントを放送。エンディングでは通常放送のオープニングを特別バージョンで放送されて、 オール・ユーニード・イズ・ラフというテロップが表示されたクレジットで番組を締めた。また番組の最後で内村が充電して新しいネタ作りますと発言しており今後の単発特番ないし復活等に含みを持たせた終わり方であったものの以降の放送がない。2014年10月からは当番組放送終了以来の4年ぶりにフジテレビ系列のレギュラー番組を持つ内村が MC を務める通海 TV スカットジャパンが放送開始した。2016年現在、フジテレビが運営する CS 放送のフジテレビワン、スポーツバラエティにて再放送されている。ほか、全身番組ザスリーシアターの内容を引き継ぎ番組の核となっている当番組のメインコーナーである。毎回異なる番組が用意した3つのシチュエーションの中で、 それぞれコントを展開する。番組開始当初は1回で3シチュエーションあったが、2010年7月21日以降は1回で1シチュエーション、それを3週にわたって放送する、ザ・セリシアターのレギュラー時代の方式に戻った。コント前のタイトルは、シチュエーション、芸人名と出されるが、レギュラー芸人2人以上出演する、ユニットコントは、ユニット名、シチュエーションと出れる。 タイトルのバックには出演する芸人が映し出される。2009年4月22日から2010年5月19日までの通常放送では、レギュラー芸人によるコント4本、ユニットコント2本、客演円コント2本の計8本、2010年5月26日から2010年6月30日までの通常放送と210年7月14日の拡大版では、 レギュラー芸人によるコント4本、ユニットコント2本、百円コント1本の計7本であった。2009年4月15日、初回はレギュラー芸人によるコント8本、ユニットコント3本、百円コントなし計11本だった。2009年12月16日は、レギュラー芸人によるコント3本、ユニットコント2本、百円コント2本計7本だった。 2009年8月26日は、レギュラー芸人によるコント8本、ユニットコント3本、客演円コント3本の、計14本だった。2009年9月23日、2009年11月4日、2010年1月13日、2010年2月10日、2010年4月7.2010年6月9日の、拡大版では、レギュラー芸人によるコント4本、ユニットコント3本、 百円コント3本の計10本だった。2010年7月21日から2010年9月1日までは、コント5本、レギュラー芸人によるコント2本、ユニットコント1本、百円コント2本、または、レギュラー芸人によるコント3本、ユニットコント1本、百円コント1本で構成されている。また、ザスリーシアターのレギュラー放送時代と同じスタイルで、ある。 2010年9月8日、最終回はレギュラー芸人による、コント1本、ユニットコント6本、客演円コントなし計7本だった。太し文字の芸人は、ゲスト出演で、毎回レッドカーペットの出演芸人が、各シチュエーションに出演する。は、ネタな。は、ユニットコントの出演者、コンビが全員出演している場合は、コンビ名を、 片方のみ出演している場合は名字のみ記載。また、しずる、村上とフルーツポンチ、村上のみ、フルネームで記載。カノは、ネタ後に、内村から、ネタの評価を100点満点の点数で出されるのが、慣例である。全身番組、ザスリーシアターから引き継いだコーナー。芸人が出されたお題、内にワンフレーズで答える、大切コーナー。 ザスリーティーザーと異なり毎回ではなく、不定期で行われている。つぼくらはほぼ下ネタである。最も多く登場しているのはシズル、村上で、逆に最も登場が少ないのは、カノである。まだ何も色のついていない将来有望な、若手芸人がネタを披露するコーナーで、内村曰く、カリノの代わりを探すコーナー。他の番組に出たことがある芸人もいれば、テレビに、 全く出演したことがない芸人が出ることもある。稀にテレビどころか人前でネタを披露するのが初となる芸人も出演している。好評だった芸人がレッドカーペットに出演できるという点では爆笑ピンクカーペットや爆笑ホワイトカーペットと同様。後半は高木千佳子がゲスト出演している時に多く放送されていた。以下。 レッドカーペットに進出した芸人は、太文字、爆笑ピンクカーペット出演済みの芸人は、爆笑ホワイトカーペットに出演済みの芸人はを表記する。ワンフレーズシアターの発展版といえるコーナーで、記者会見場で記者の質問に対して面白く答えるコーナー。ドラマ、相棒のパロディコーナー。内村が杉下うっけえ、元はうきょう、つぼくらが亀山。 シーズン8、福徳が神戸、シーズン9に奮し、被害者、柳原の証言をもとに4人の容疑者が物ボケをし、一番面白くなかった者が犯人として連行される。太字が犯人。三角形のテーブルに挑戦者3名が座り、一人5枚のカードを持ってババ抜きを行うゲームコーナー。ただし通常のババ抜きとは異なり、最後までババ、 お宝カードを持っていた者が勝者となり、賞金万円を獲得できる。挑戦者はカードがペアになるたびにそのカードに書かれた指令を、クリア、例、ファーストキスのことをこと細かに話すなどの秘密暴露や、他人のギャグを真剣にやるなどの罰しなければならない。太地は優勝者。川島、中岡、柳原はこのコーナーには一度も参加していない。 特定のステージに仕掛けられた様々なボケに挑戦者が突っ込みを入れ、その出来具合を内村が独断と偏見で審査し、得点を競う。ルールとして番組側が用意した規定ボケには必ず突っ込まなくてはならず、それ以外の細かいボケにも突っ込むと高評価となる。世界フィギュアスケート選手権のパロディとして行われて、テクニック、センス、パッション3部門の各10点満点で、 合計30点満点。実況は伊藤敏弘、富士テレビアナウンサー。レッドシアターのリーダーを決めるために番組が用意したゲームで立候補者が競う企画。毎回登場する芸能界の大物ゲストにレギュラーメンバー15人のコンビ名とフルネームを覚えてもらう。ピン芸人であるカリノと柳原はコンビ芸人と比べて比較的に答えられる。一方で、 村上が順と、たけし、ケンダが、渡る、健太郎ロとこかど、ケンダと、それぞれ二人ずついるのでなかなか答えられない。渡る健太郎のコーナー。バーが舞台。質問に答える形で、男子メンバー演じる常連客が甘い言葉やキザな、セリフで女を口説き、最終的にバーテンダーに憤する渡るに突っ込まれる。ないは、その際に使用されたもの。 このコーナーでは渡るは無口。川島明良のコーナー。ドラマ、ガリレオのパロディ。柳原からの質問。主に一般常識レベルの問題に、教授役の川島が答える。渡るが女帝役で出演。以降は質問と川島の回答。村上武のコーナー。村上が自分の大好きなアーティストの楽曲を心を込めて歌う。ただし村上は、かなりの音痴で、 歌っているときに本人は本気で歌っていますのテロップが出る。なお、コーナータイトルのロゴフォントはかつて同局で放送されていた音楽番組夜のヒットスタジオから引用している。ヤタベ春のコーナーヤタベそっくりのパペットヤタッとヤタベが舞台裏で語り合う。柳原かな子のコーナー運動音痴を克服するために様々な運動をする。 渡るがホイッスルを担当。かの秀隆が自ら企画したコーナー。悪の秘密結社、受け受け団によって面白いことしか言えない人造人間、キャノン栄光に改造されてしまったかノが、ネタがなく悩む芸人の前に現れ、自ら考えたネタを披露する。ただし滑った場合自身がキャノン砲の一撃を食らう。ナレーションは内村。使用されている BGM は鋼鉄ジーグの歌。 なお、ネタが滑らなかった、あるいはキャノンを発射する環境がない場合は、周囲の雰囲気にかかわらず、お笑いキャノン、大爆発、と叫ぶ。自分の持ちネタを披露する場合は必ずネタの途中で、ボールをぶつけられるのがお決まり。コカドケンタロウのコーナー。コカドが扮する、お笑い芸人、こんにちはネギ氏が、視聴者からの質問はがきをもとにタイトル通り素でで、様々なことに挑戦する。 レッドカーペット芸人であり、レッドシアターのレギュラーと言い張る熊田正史が、タイトル通りに本格地を回り、0歳から100歳までの人々を笑わせに行く、ロケコーナー。ルールは0歳から100歳までの顔写真を貼れるボードがあり、全国を回って全部埋めることを目標とする。まず熊田がネタを披露、笑った場合は年齢を聞き、開いていれば顔写真を撮って、ボードに貼り、 すでに貼られていればカウントされない。だが、地元の美味しいものを食べると、グルメ企画となっていることをメンバーから突っ込まれ、薬島編では、ウミガメの産卵を見学、出演者が感動の涙を流した。なお、当番組の放送終了に伴い、0歳から100歳までの全ての人を笑わせることが、達成できないまま、本コーナーも途中終了となった。つぼくがつぼはた人に噴し、 レッドシアターメンバーの悪事を暴く。つぼくらのモノマネはメンバーから似ていると評判である。ハンニャ、村上淳、村上武が、フジテレビのいろいろなところでゲストをテーマに、下記のいやいやよゲームをする。霊、谷氏に命を救われた。い、やい、やあよ。ハンニャの持ちネタをベースにした言葉ゲーム。羊に噴した挑戦者5人が、アメリカ民謡の愉快な牧場。 のリズムに合わせ、お題として指定された一文字から始まる、嫌なことを言っていき、内村憤する牧場支配人のペーター、中年が判断する。チャンスは三回、三回以内に三周できたらクリア。ミスできるのは二回まで。一周目をクリアすると、二周目はリズムが速くなり、三周目に入ると、さらにリズムが速くなる上、お題の一文字も、落音。 半濁音が加わって難易度がアップする。ペーターが共感できなかったり、嫌なことが言えなかったらアウト、周回数はリセットされずに、頭からやり直しとなる。3回失敗して、ゲームオーバーになると、下から顔に向かって炭ガスが噴射される。ゲスト盛りまくり SP の時、春な愛、しずる、村上、やたべ、フルポン村上、福徳でやった時クリアした。映画、 開示人生逆転ゲームのパロディ。村上武氏が主人公、ケンジを、後藤がデモンストレーションをやる SP を演じ、ギャンブル戦、レッドポワールを舞台に、シャバで滑りにスベックズを集めた最終戦と称したゲームコーナー。指名された2名が指定のカードでお笑い対決を行う。ルールは、お互いに、面白い一発ギャグ、面白いモノマネ、面白い話、面白い顔。 面白いダジャレ、面白いガッツポーズ、面白い振り向き、面白いダンスなどのお題が書かれたそれぞれ3枚のカードを持ち、ジャンで相手が滑りそうなカードを選び、剣で点打各カードを振り上げ、ポンで卓上に出す。それぞれ相手に出されたカードの指令に従って、ネタを披露して爆笑を取る。判定は、ホールマスター、トネガは2分した内村が独断で行い、 敗者は別室行きとなり、臨時を受ける。なお、カードのお題は、わざわざ、面白いと吹きして、ハードルを上げてあり、芸人への振りとしては最悪のものである。このことについて、こんなの無茶ぶりじゃないかという抗議の声が上がったものの、内村は、ファックユー、ぶち殺すぞゴミメラ。と、本家に忠実に一括、第三回では、香川照之です。と叫んだ。メンバーと、 ゲストが洋服をトップスアン,アンダー、シューズ、アクセサリー3つのゾーンから商品の値段を見ずに購入していき全身コーディネートしながらアイテムの総額をあらかじめ番組側が指した目標金額に近づけられるかを競うコーナー。トータル金額の差で勝敗を決める。目標金額より一番遠い人は全品自腹で買い取りしなければならない。またゲストが 目標金額に一番近い場合は全品タダでもらえる。進行は柳原が務める。内村、金田、村上淳は助走して出演している。あらゆることを企画、プロデュースする第8企画室でメンバーがゲストが出演する映画に変わるタイトルやキャッチコピーなどを考え、フリップボードに書いて会議しながら提案する大切コーナー。富士テレビの中にあるオフィスで、 内村が部長、メンバーが先輩社員、ゲストが新入社員として出演している。番組の最後のコーナーで居酒屋、赤劇場の店主に奮した内村とレギュラー芸人によるトークコーナー。ザスリーシアターの出演者控室とは逆に最後のところで放送される。中期はメンバー口のコーナー、後期は新婚と提案のコーナーとたびたびコーナーの趣旨が、 変わっていた。ザスリーシアターの正月 SP で誕生したユニットコントを多く使用しているが、爆笑レッドシアターにリニューアルしてから誕生したユニットコントも増えている。また、レギュラー陣の持ちネタをユニット化する傾向も見られる。顔の潜在、アタック、ネオと爆笑レッドシアターのコラボ CM、コインランドリーを舞台にしたコントを披露する。放送は、 番組内のみ、4パターンを毎週一つずつローテーションで放送する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。